株式会社秋田銀行は、秋田県は秋田市に本店を置く、地方銀行。略称は、秋銀。店舗は、秋田県内を中心に、東北地方、北海道、新潟市、東京都に展開しているほか、インターネット上に、秋銀小町支店を開設している。秋田餌を新報社や JA 秋田県本部などとともに、同県を代表する企業でもある。 1941年、旧国立銀行を前身とする第48銀行を母体とした戦時統合により誕生した。県外店における看板表記は秋銀としているが、県外店では秋田銀行とフル表記されている。県及び秋田市を筆頭とした多数の自治体の指定金融機関を受託するなど、地域との関係は深い。また、 国内最速で人口減少が進む秋田県への対応策として県内外の営業現場で得た移住、定住希望や空き家物件の情報を本部のデータベースに蓄積した上自治体や NPO さらには不動産会社と連携して移住、定住につなげていきたいとしている。これに先駆けて2014年6月から空き家対策として 定理の解体ローンの取り扱いも開始しているほか、同年8月には60歳代のシニアの移住を受け入れて介護関連産業の活性化や雇用を創出する街づくりを目指す秋田プラチナタウン研究会の設立もしている。青森銀行、岩手銀行とのアーイネットや合同商談会を共催するなど連携も強化している。 秋田銀行では、旧国立銀行を前進業とするほとんどの銀行同様、創立と設立等を使い分けている。なお、創立年は、第48国立銀行を基準にしているが、創立記念日は、旧秋田銀行を基準にしている。1941年10月20日以前については、第48国立銀行、秋田銀行、湯沢銀行も参照。 県内店舗秋田支店県外店舗福島県内の銀行は1920年の半導強行と1923年の関東大震災の影響から経営が悪化した。このため各校は再建に取り組むが微法策を講じるのみに止まったため1927年の金融強行に際し致命的な打撃を受け休業整理が相次いだ。こうしたことから 1931年から翌年かけ、地元銀行の大半は解散したり消滅し、営業を続け得たのはわずかに、郡山商業、合津、白川瀬谷など数行に過ぎない状況となった。教皇の発生時から、郡山市に先んじて、立場上、金融安定化を図るため調査に当たっていた郡山商工会議所は、 指定銀行であった郡山合同銀行が1930年に破綻すると、副案として温めていた有力銀行の指定誘致を具体化するために動き、誘致予定銀行として、東北では旧秋田銀行、関東地方では足利銀行が対象として訴状に乗り、旧秋田銀行一本で進むことが決まった。これによって、同年に首と商工会議所による、 誘致推進委員会が設けられ、市は旧秋議員に対し支店設置を陳情。また、時を同じくして、福島市からも支店設置の陳情が出され、さらに、福島県知事からも福島県財界安定のために、支店設置を強く干渉された。これら状況を受け、旧秋議員は、連日取締役会を開催し、協議に当たるが、一致を見るに至らなかった。 結局、旧秋銀の元取締役で、古文閣であった町田忠春農将と田中隆造文将に一任することになり、辻平吉とドリラーが上京し相談した。その結果、従来の堅実主義を遵守し、円満協調して経営する方針を確認し、両視点設置が決定した。こうした経過をたどり、1931年2月23日に、 郡山合同銀行中町支店後に郡山支店が開設され、ついで同年11月12日に福島市大町に福島支店が開設された。戦後、新産業都市の指定を受け、関係14市町村が合併して誕生したいは秋市、小名浜周辺の臨海工業地帯における有力企業には、秋田県内関連企業からの配店者や、 九条版炭鉱に勤めた秋田高専出身者が多数在籍していた状況を踏まえ、同市大地区に1967年6月23日、岩支店が設けられた。2018年現在、福島県には福島、岩支店のほか、郡山市には友人店舗参加、店を置く。また、2003年に郡山市の薄い百貨店が、 秋銀の申請によって産業再生機構を入りした際にはメインバンクとして秋銀は地元の大東銀行などともに再建放棄を行った。秋銀は1952年に第二次世界大戦後の新時代ふさわしい店舗体系を整備するため店舗整備計画を策定した。その計画では積極的な県外展開を図るべく東京支店の設置と人的、 経済的に、秋田県とつながりの強い北海道を、副営業地盤とするため、店舗網を構築することがうたわれた。この方針と秋田県物産アス選手が1951年5月に、札幌で再開されたことを踏まえ、1953年5月18日、札幌市第2西4丁目に、札幌秋田県人会からの積極的な協力を、得つつ、 札幌支店を開設した。また、2018年4月には、市内2店目となる、宮の沢支店を同市に宿発サム6畳11丁目のビル1階に開設している。ついで、北海道開発法に基づき、北海道総合開発計画が中心として推進され、さらには、旭川秋田県人会など関係各方面からの熱烈な要望も踏まえ、 新宅引受停止に伴う代替店舗として認可を得て、1957年8月28日、旭川支店を同市4条通り7丁目に開設した。このほか1964年10月20日には、釧路支店を開設した。なお、札幌支店は、日本生命との共同事業によって1982年7月に、札幌秋、 銀ビルとして建て替えられ、後年、札幌秋、銀ビルにおける、日本生命の持ち分を、石屋製菓が取得。同社と秋銀並びに、秋田協立によって、再度建て替えられ、2013年4月に、札幌大通に4ビルが竣工している。戦術の通り、秋銀は1952年に、策定の店舗整備計画において、 東京支店の設置を方針として盛り込んだが、当時の大蔵省による店舗行政では、厳しい店舗設置抑制の方針が取られており、特に地方銀行の中央進出が抑制されていたため、開設の認可を得るに至らなかった。このため、東京進出の足がかりとして、まず東京事務所を開設することを決定。1956年4月17日、 中央区宝町三丁目のビル2階に情報、資料の収集、コールその他の資金操作等にあたる東京事務所を設置した。しかし、東京事務所は営業を伴わない事務所であったことや、コールや証券投資などの資金運用面でも不便極まりないものがあった。このため、1956年6月に秋銀は大倉省に再び、 内認可申請書を提出したところ、翌月に代替店舗の廃止を条件に内認可が降りた。これを受け、東京事務所をくビル1階を改装し、同年9月11日に東京支店を設置。さらに完成した裏区ビル1階2963年11月4日に移転した。東北地方における政治。 経済の中心地であり、観光庁の出先機関や大企業の支店も集中しているほか、秋田県との経済交流も活発である、仙台市東三番町に新宅業務廃止による代替店舗として認可を得て、1959年8月26日に仙台支店を開設した。同店は1964年12月に竣工した。 同志東四番町の清水ビル1階に移転した。その後清水ビルも老朽化が顕著となったため、ビル周辺は再開発され、仙台支店が入る青葉2プラザが1996年に完成した。2010年9月13日、若林区に位置した河原町支店を大白区町長8丁目に建設した新店舗へ移転。仙台南支店としてリニューアルした。 また2015年10月21日には、地下3点目として、泉区泉中央のビル1階に、仙台線中央支店を出店した。同店は、当初は個人向け営業店と市業務を展開していたが、翌年10月17日、事業者等も顧客対象とするフルバンキング店に転換した。青森県、岩手県、新潟県を設置している。廃止となった。 県外店舗1970年6月4日、山形市十日町1丁目に開設され、ほどなく山形駅前再開発事業に沿って、同市十日町2丁目に建設された日本生命、山形ビル1階に1973年9月17日に移転した。しかし、地元4行がしのぎを削っていた山形において、山形支店は再三ベースに乗らず、 廃止の検討が始まった。その折、秋田支店が不採算であった山形銀行と秋、銀との間で接触が持たれ、双方は支店廃止にあたって協力していくことで一致した。これを受け、2000年2月19日付で、秋銀山形支店、山銀秋田支店は廃止となった。また、山形支店の業務は秋銀仙台支店が引き継ぎ、 遺憾を希望する顧客には山銀を紹介したほか、現地採用の女性行員の雇用は山銀が引き継いだ。1976年12月8日、東北新幹線の開業によって、東北及び首都圏経済との接点として発展が期待される宇都宮市西三丁目に開設した。しかし、経営効率化の一環で2001年12月8日付で廃止となり、 業務は東京支店が継承した。1964年10月20日、明治開拓時に秋田県からの移住民が多かったこと、並びに湯沢市と姉妹都市名約を締結するなど、縁の深い釧路市北大通12丁目に開設。同志在住の秋田県出身者を中心に、療養の新調に努めるが、2000年代に入り、予体金も減少傾向が続いたため、 2011年1月29日付で廃止となった。廃止に伴い、釧路支店の口座は350キロ離れた札幌支店へ移管した。また、廃止後1年間は、同銀釧路支店での払い戻し業務等の委託を行った。自動機サービス秋田銀行事務統括部は基金におけるオンラインシステムは、事務処理、情報処理、 顧客サービスのトータルバンキングシステムである全店オンラインシステムが東北の金融機関として初めて導入した1976年7月に始まる。また、1978年7月には年々進展するコンピューター化に合わせ、総工費16億円を当時事務センターが竣工となったほか、1980年2月には、 創業100周年記念事業の一環として、事務の効率化、省力化を図るべくホストコンピューターと営業転端末の全面更新からなる第二次オンラインシステムを導入した。さらに、1992年6月には、システムのコード利用と事務処理能力の向上を目的とした、環状系、対外系、国際系など6つのシステムからなる、 第3次オンラインシステムも導入している。その後金融機関においてシステムの開発負担や災害リスクの軽減を図るため単独運用から共同運用へとパラダイムシフトする中、校内において検討を重ねた結果、2010年5月6日から機関系システムは環状系を NTT データ地銀共同センターへ移行した上、バンクアプリケーションはベスタを導入。 さらに2014年10月には営業店システムであるベスタリンクが順次各店舗で稼働が開始している。また2015年2月には全営業店において CRM システム及びタブレット端末の運用を開始している。秋に,における法人向けインターネットバンキングは2005年10月17日に開始された。個人向けについては従前は モバイルバンキングとは別契約であったが、統合後しばらくして完全有料化されていたが、現在は条件付きで月額利用料無料とされている。過去にはウッディーウッドペッカー、鉄腕アトムなどをマスコットキャラクターに採用した。2014年7月にオリジナルキャラクターである耳より一家が登場し、広告やラインスタンプなどで使用されていた。 2018年2月1日からは、従来の鉄腕アトムに代わり、耳より一家のデザインによる通帳やキャッシュカードの発行を始めた。秋田出身の山内美香や江畑幸子をイメージキャラクターに起用していた。1985年から、現行のシンボルマーク、行名書体を導入し、シンボルカラーは、演示色を採用している。交渉については、 シンボルマークが制定された今でも併用している。秋田市立赤レンガ郷土館島根県と鳥取県を中心に展開している山陰合同銀行と同じケース。秋田プラチナタウン研究会に参画する JR 東日本秋田支社と医療法人上等整形外科が秋田駅東口に上等スポーツ整形クリニック、秋田ノーザンゲートスクエア等の整備を進めた。 現存する、水穂銀行秋田支店は、秋田農工銀行の譲り受け先として、1922年に設置された日本官業銀行秋田支店を前身と、する。第48銀行本店が、現在の本店営業部、旧秋田銀行本店が、現在の秋田支店と大町支店、旧湯沢銀行本店が、現在の湯沢支店となっている。ただし、 現在の所在地とはいずれも異なる。かつては秋銀出身者が歴代の理事長を務めていた。郡山橋本銀行と郡山銀行の合併によって1928年に発足。ありがとうございます。